はい、皆さんこんにちは、アミです。今日もね、いつも通りメイクしていきたいと思います。もうね、だいぶね、前髪も伸びてきてくれて、まあ伸びたって言ってもやっと目の下かかるぐらい、目隠れるぐらいの長さなんですけど、今日はね、ちょっとお話ししながらメイクしていこうかなって思うんですけど、すごい機械性じんましんで、ちょっと描いちゃった顔、RMK の下地塗っていきます。なんか私事なんですけど、約そうだね、1ヶ月ちょっと前ぐらいかな、1ヶ月ぐらい前にすごい落ち込むことがありまして、結構ね、大打撃だったんですよね。ユーフェス仙台の前日だったんですけど、泣きながら荷物をね、パッキングして、明日笑えるかなっていうぐらいで、まあ無事ユーフェス仙台終わり、次の日観光して帰ってきたんですけど、そっからで、ファンデーションは最近またね、フェンティを使っています。フェンティとフィットミーをね、混ぜて使ってます。2週間ぐらいは本当に人と会いたくなくて、人とも別に喋りたくないし、ずっと引きこもりをしていてですね。なんか、なんて言うんだろうな。無気力になっちゃったんですよね、全てに対して。何年も、だって私が頑張ってきたこと、何でもいいんですけど、あるじゃないですか。自分が頑張ってきたものとか積み上げてきたものって。なんかそれが、なんだろうね、その時に、意味ないものになってしまったんですよね。なんか私が頑張ってきたこととか、今まで耐えてきたこととか、なんか何だったんだろうって思って。で、落ち込んじゃって そう。なんかもう何もしたくないなって。何も頑張りたくないし、なんか全てがどうでもよくて、頑張ったところで頑張んないところで、なんか結局さ、意味のないものみたいな感じになっちゃうんだったら、なんか何を私が感じてようと、何を感じなかろうと、何を頑張ろうと、頑張らなかろうと、どうでもいいんじゃないかと思ってね。で、落ち込んだせいで、本当に何もやる気が起きなくて、マジで結構感情が無で。で、感情が無だったっていうのは、もう結構限界だったんですよ。多分その大打撃すぎて。もう、それ以上、少しでもマイナスなことを感じてしまったら、もう、戻ってこれないぐらい深いところまで落ちちゃうなっていうぐらい、結構もう結構ギリギリなところだったんだと思う。で、だからこそ、もう何も感じたくなかったんですよね。その落ち込んだことも、事柄さえも、もう考えたくなかったんですよ。何も考えたくなかったの。あ、で、コンシーラーは、ロラメルシエです。これ以上、この事柄について考えたらもう、死んじゃうと思って。なので、本当に引きこもり生活をしました。で、友達に、もう本当に会わなく、そのことを話すことさえ嫌だったんですよね。口にもしたくなくて。私基本的にそういう悩みとかって人に話すタイプじゃないんですけど、やっぱりなんだろう、友達に聞かれるじゃないですか。なんか最近どうしたの？とか、なんかあったの？とか。てか最近なんか全然連絡くれないね。みたいな。何してるの？みたいな。っていうことさえも聞かれたくなくて、口に出したくなかったの。まあなんか、連絡返してなくて全然。本当に廃人みたいな生活をしてたんですよ。家出るの1週間に1、2回。まあ出ても1、2回。だから週に家出るか、家出ないか、みたいな。で、フェイスパウダーはローラメルシエを使っていきます。で、ご飯も最初の1、2週間は、なんか私がなんか飯食ってても食ってなくてもなんか意味ねえんじゃないかと思って、なんか食べなかったりもして。でもそのうちだんだん一人で過ごしてる中にもさ、なんか気持ちがだんだん落ち着いてくるじゃないですか、2週間も引きこもってれば。で、そのあたりからはもうずーっと、ラーメンか冷食か、みたいな。で、一生ドラマを見続けて、で、なんかドラマを見てるとさ、なんだろう、その話に入り込むからさ、何も考えなくていいんですよね、その嫌なこととか、自分の人生について考えなくていいから、すごい楽で。ずっとドラマを見続けていて、マジで結構本当に廃人だったと思います。感情もないし、ただ無で、ずっと無の世界の中で生きてたんですけど、その生活の中でね、一つだけ私思ったことがあるんですよ。なんかどんなに廃人みたいな生活だったとしても、
クズみたいな生活をしてたとしてもね、それでも生きてるだけで偉いなってマジで思ったんですよ。なんかバカみたいな話に聞こえるかもしれないんだけど、もう25にもなってさ、なんかそれでもこんなに、なんていうの、もう人生一回ストップ、時間止めたいって思うぐらい辛いことがあってさ、なんかビニール袋が空を飛んでるんだけどいや僕のビニール袋が空を舞ってるんだけど、しかもここ私結構高い階数に住んでるんだけど、すごい高い高度で飛んでるわ。なんて言うんだろう、若い時のその落ち込み方とはまた全然違った、なんかなんて言うんだろう、重さ、一回一回の落ち込むあれがすごい大きくなるじゃないですか。やっぱ大人になればなるほど、こんなにね人生をマジで泣け出したくなって、マジでなんか気持ちが無になって、なんか今まで私が頑張ってきたこととか何の意味もないんだなって思って、でじゃあこれから先何を頑張ったって、じゃあもう頑張ったところで、頑張らなかったことで、こんなね地球のね些細な人間一人のね人生なんかマジでクソどうでもいいんですよ。でもさ、そこまで落ち込んでもさ、こうやってね静かに静かにだけどクズみたいな生活をしているけれども、それでも耐え忍んで頑張ってね生きてるだけで偉いなってマジで私思ったんですよ。なんかさ、バカみたいに聞こえるかもしれないんだけど、結構本気でマジで思って、なんかそれだけでもなんか自分褒めてあげたいなって本当に思って、で今はもう結構回復して、もうとにかく人に会う、人と遊ぶっていうので過ごしているんですけど、そうちょっと前はさ自分の人生の全てを遮断したんですけど、感情とか、今はもうとにかく人に会って、とにかくなんか飲み歩いてるんですけど、まあそれもさ、まあ多分クズみたいな感じで映ると思うんだけど、今のなんか私からしたらさ、もうさそれを乗り越えて、なんか友達と笑い合えてるだけで、なんかもう自分偉いっていうか、なんかよく乗り越えたなって、自分を褒めたい気持ちでいっぱいなの。なんか今日眉毛いつもと違うんだけど、なんだ、なんかもう本当に無の状態から今友達とワイワイね笑ってね、お酒を飲んでいるっていうだけでも自分を本当に褒めたたえたい気持ちになってどんなに辛いことがあってさ、どんなに全てを投げ出したくなったとしてもさ、もうさ大人だからさ、やっぱさ全てを投げ出すことはできないわけですよ、正直なところ。例えばだってお仕事だってあるしさ、生活だってあるしさ、どんなに全部投げ出してって思ってもさ、寝るところとさ食べるものとさ、やっぱ衣食住はちょっとしっかりさ守っていかなきゃいけないわけじゃないですか、最低限ね。やっぱ全てをポイってできない強さと弱さっていうの、大人の、もうひしひしと感じますわ。でね、きっと今この動画を見てくれてる人の中で、私みたいのあの1ヶ月前のどん底の私、あの時の私みたいなね人が少なからずいると思ったんです。今日だってみんなさ、どこかでね辛いことがあって、でもそれでも踏ん張って踏ん張ってさ生きてる人がたくさんいると思うんです。今日も頑張ってる人にマジで言いたいのは、もう本当にね、ただ息して生きてるだけっていうことだけで本当に偉い、頑張ってる。そしてどんなにさ辛くてさ、どんなに明日をやめたくなってもさ、無常にも明日は来るわけじゃないですか。で朝起きた時のあの絶望感、本当に、あ今日も今日が来たよみたいな、また私今日も頑張って生きなきゃいけないんだみたいなさ、半端ないよね。わかる。私はいつも見た目っていうか、そのメイクだったりとか、そういうなんだろう、外見的なものをいつも皆さんにはシェアしてると思っていて、まあ、自分の外のことですよね、周りのことを、何をしてるかっていうのを伝えているだけで、私がじゃあ毎日毎日さ、そんな綺麗なさ毎日を送ってるわけないじゃないですか。だって人間だから、辛い日もあったりとかさ、もうすんごい落ち込むことがあったりとかさ、もう自分のこと本当に大嫌いだなって思う日だってもちろんあるわけで、なんかもう人生くだんねえなって思ってしまう日だってあるわけじゃないですか。そう、今日はアイシャドウはこのアイブロウでやってちゃいますね。でもその中でもさ、女の人たちはさ、どんなに最悪のさ気持ちでさ朝を迎えたとしたってさ、毎日さメイクをしてさお仕事にやっぱ行く人だったりとか、学校に行く人だったりとかいるわけじゃないですか。まあでも私はいつもその
メイクするっていうところだけを切り取って皆さんにシェアしているけれども、なんかもっとメンタル的なものを話してもいいんじゃないかって思ったんです。なんか今まではそういうところって、その一応メイク系 YouTuber だし、そういうメンタルみたいな、そういうなんて言うんだろうね、内面的なものはシェアをあんまりしてこなかったんですよね、私自身。本気で落ち込んじゃった時に何するのかとかさ、どうするのかとかさ、どんな風に過ごしているのかとかってさ、実際にさ見ることってできないわけじゃない。だけど私にはこの動画っていうものがあるからさ、もっと生々しいものをね伝えてもいいんじゃないかと思ったの。だからね、今日はねこういう話だから、綺麗なことじゃないし、できればなんかそんなに人には話したくない場所部分だったりとかもするわけだけど、そんなね落ち込んでるところとかさ、正直別に誰にも話したくないじゃん、辛いし。でも私が話すことによって、今日の誰かのその辛いね一日の中で、たった私の10分の動画とかがその人の一日のね10分を少しでも楽になる、楽に感じれる、そんな10分をもし私が誰かにね届けることができるんだったら、それは私がその意味ないなって全てのことに思ったけれども、その中でもね意味あることができるんじゃないかと今回思って、ちょっとねこういうお話をしてみました。もちろん人間だからさ、全てをさうまくいくわけではないしさ、全てキラキラした毎日をね1分毎分毎秒過ごせるわけではないんですけど、もちろんね本当にマジでなんか言えないぐらいマジでクズな生活してました。なんかもう何にもマジでしたくなくて、まずお風呂もほんと3日4日に1回しか入ってなかったし、外出てないから入ってなかったし、ご飯は本当にラーメン煮てキッチンで食ってるだけだったし、もう本当に必要最低限なことしかしてない。掃除ももちろんしないし、洗濯ももちろんしないし、人から連絡来ても全部無視してましたし、本当に気持ちが今日は楽だなっていう時しか連絡は誰にも返してなかったし、なんだろう、寝る前になったら思い出して泣いちゃう時もあったし、なんかねそれってでもさ人間のねリアルなところだと思うんですよ。誰にだってあるじゃないですか、そんなっていうか辛い日、人生誰にでも何回でも起こることだと思うんですよ。だってすっごい最強にさ辛い出来事じゃなかったとしたってさ、毎日ちょっとはさ嫌なことがあったりとかさ、で辛いことがなくたってさ生きてるだけで、あちょっともうなんか疲れちゃったなっていう時だってもちろんあると思うし、それでも毎日こうやってメイクして家を出てさ気持ちを作ってみんな頑張ってるんだと私は思うから、誰にだって見えないところですごい辛い思いしてる人とかだってたくさんいると思うし、どんなに笑ってどんなにすごいキラキラしてる風に見えたってさ、その人がさどんな辛いことを抱えているかなんて見えないんですよ誰も。もちろん私の辛さだって誰にもわからないし見えないし、で YouTube っていうものをねこういうメイク動画とかをやっててさ、まあなんか比較的まあ私は普段からそんなにキラキラしてるタイプの人間ではないので、まあ、それはね皆さん、まあ分かってるとは思うんだけど、誰にだって問題はあるじゃないですか生きてりゃ。でも私たちはさそれでもさ今日を頑張って生きなきゃいけないし、明日も頑張って生きなきゃいけないし、時間が解決してくれると思ってさ3ヶ月を耐え忍べばもう絶対に辛い気持ちも消えるって信じて1ヶ月毎日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 耐え忍んだけど、でもやっぱりその辛い時ってマジで終わりが見えないし、時間が解決してくれるって言うけどじゃあそれっていつなのみたいな、こんな毎日辛い気持ちを抱えてさ生きていかなきゃいけないのって、今日も生きなきゃいけないのって、なんかもう時って残酷だなって思う日だってあったしさ、それでさドラマのさ主人公のさ辛い気持ちとかにさ共感してボロ泣きしちゃったりとかさ、なんか気づいたらさもうぼーっとしちゃってたりとかさ、何を考えてるわけでもないんだよね多分、もう感情がもうストップしちゃってる、機能停止、ぼーっとして一日が終わっていく。だけどふとした瞬間に悲しみの波にさらわれて涙が出てきちゃったりとかさしたわけですよ。だからねそうやって頑張ってる人が多分私の動画を見てる、今見てくれてるその皆さんの中にもねたくさんいると思うんですよ。マジでこれだけは言いたい、もう本当に辛い中ね頑張って生きていて、でやらなきゃいけないことを最低限でもいいやっていて、誰にもね迷惑かからないんだったら別にもう廃人でもなんだっていいと思う。アミは誰の連絡返さなかろうが
まあ仕事とかだって自分がやる分だけの仕事を最低限やってそれでいいと思う。で、人のさ、なんか悲しい病んでる話とかだってさ、別に相談とかだってさ、マジで聞かなくていいと思うのよね。もちろん人の幸せな話とかも聞かなくていいし、なんかそれでいいんだと思う、辛い時なんかは。それでも誰も怒らないし、なんかね、このね、動画のね、コメント欄とか見てほしい、本当に。みんな優しいから思ってる以上に。私の視聴者の人はすごい優しい人がマジで多いので、本当にね、周りのあの YouTube の、あの上の人とかに褒められるぐらい私の視聴者の人はマジでいい人ばっかりっていうのでね、有名なので。私は辛い時に辛いっていうのは言えない人なんだけど、こんなことがあってっていう風に人に話したりとか、なんて言うんだろう、相談したりとかできないタイプだし、なんだろうね、言葉にしちゃうとなんか感情が溢れちゃう気がして、言葉に怖くてできないみたいなタイプなんだけど、でもさ、辛い時ってさ、ちょっと今無理だよって時とかはさ、人に一言ね、言えばいいと思うの。まあ言えない私が言うのもなんなんだけど、あ、ちょっと今日はね、無理なんだとか、あ、ちょっと今しんどいからとか、勘弁してみたいな。でも本当に人って思ってる以上に優しいから、今しんどいんだって、ちょっとごめんねって言ったら、あ、そうなんだ、分かったよって、大丈夫って、絶対言ってくれるのね。辛い時ってさ、なんかもう自分の辛い気持ちにばっかりフォーカス当てちゃうけど、でも思ってる以上に周りの人って一言言えば、なんかその辛いこととかを話さなくても、あ、なんか今しんどいんだって言ったら分かってくれるし、私はそう思う。で、シェーディングはセフォラのこのね、フェイスパウダーなんですけど、色付きのフェイスパウダー、マットタンっていう色、35番の色で最近シェーディングを入れています。最近ね、チークでね、このウェット&ワールドのジャストナチュラルっていう色なんですけど、こういうなんかコーラルピンクみたいな、コーラル系の色、コーラルオレンジ、なんかほんとコーラルみたいな色、この色がね、すごい気に入ってて、そう、最近めちゃめちゃ気に入ってます。顔がパッて明るくなる感じ、血色感が出てくれる感じの色で、めちゃくちゃ気に入ってます、最近。あ、ノーズシャドウやってない。まあなんか普段からさ、私の場合はさ、そんなになんかキラキラしてる風にも見えてないと思うし、なんかまあそんなキラキラな毎日を別に送ってるわけではないんですけど、でもあえて自分の良くない部分っていうのかな、良くない部分っていうか、わざわざ人に見せないところっていうの、確かに今までシェアしてこなかったことだし、もともとそんなにね、なんか人に話すタイプでもないし、もともと自分の気持ちを言葉にするのが得意な方ではないの。むしろ苦手。動画でね、なんかを見せたこととかもそんなにないんですけど、まあ私がね、辛い話をしたからといって誰かが何かを救われるのかって言ったらそうではないと別に思うんだけど、ただなんて言うんだろうな。私のこういうクズみたいな毎日の話を聞いただけでもさ、安心しませんか？知ってる人とか周りの人とかもそうだけど、あ、この人もやっぱそういうところあるんだみたいな。なんか普段はさ、見えない場所じゃないですか。見せるものでもないし、だからこそ自分が落ち込んでる時とかに、こういうことは私もあったんだよっていう、そういう時あったよっていう話を聞くだけでもさ、なんかそれで別に救われるわけではないんだけど、救われるとはまた違った感情なんだよね。なんだろう、安心する。なんか、あ、人も同じ風に感じるんだとか、なんだろうな、なんて言うんだろうな、私みたいに泣いたりとか悩んだりとか立ち止まっちゃう時とかあるんだって。もちろん人間だからあるに決まってるんだけど、でもなんかそれをさ、改めて言葉でさ、ちゃんと聞いたりとかさ、現実的な話とかをさ、リアルな話とかを聞いたりするとさ、安心するじゃないですか、人間としてね。あとちょっとこれも塗りたい、このモアートのチーク3番かわいい、ちょっとここに出したいな。上からさ、なんか私が辛いことあって不幸話みたいなのをして、別にすごいなんか誰かに励ましてもらいたいわけでもないし、励まされたからといって別に励まされたからといって別に気持ちがどう変わるわけでもないし、だからなんか同情されたいわけでもないし、こういう話をしてね、もし私みたいに落ち込んでる人がいて、もうなんか何も頑張れなくてクズみたいな生活をしてたとしても、なんかね、大丈夫だよって
なんか偉そうに言ってるわけではなくって、なんだろう、安心して欲しかったんですよね。なんかこういう動画をシェアすることによって、誰かがもし不安に思ってる人とかがいたら安心してほしいなって。なんかそれでもどんなにクズみたいな生活をしてても、何かを頑張れなかったとしても、そんな自分が嫌になってしまう時があったとしてもね、まあ私は結構なんか本当に自分クズだなと思って毎日過ごしてたんだけど、やっぱ落ち込むじゃないですか、自分がクズだと。だって私の場合はさ、美容系 YouTuber、 美容系っていうか、まあ美容系っていうか、なんかまあメイク YouTuber として、それをお仕事としてやっているにもかかわらず、毎日ラーメン食って、風呂は3日に1回しか入んなくてで毎日ドラマばっかり見てて、全然キラキラしない、むしろクズみたいな、クズ寄りのクズの中のクズみたいな感じの廃人みたいな生活をしていることに罪悪感じゃないけど、なんかさ、やっぱり思うところはあるじゃないですか。でもさ、私もやっぱりさ、人間だからさ、落ち込む時もあるしさ、マジでさ、もうクソ死にたい時だってさ、言い方悪いけどオブラートに包まないで言うとさ、もうクソ人生リタイアしたい時だってさ、やっぱあるわけじゃないですか。そうだったとしても、そんな毎日しか遅れてなかったとしてもさ、辛い時に、でもそれでさ、またさ立ち上がってでさ、何かを頑張れる、また何かを頑張ることができるんだったら、なんかそういう時間があってもいいと思うわけですよ。なんかそれでもさ、生きてるだけでなんかもう偉いなって思うし、もう最低限のことをしてるだけで偉い。もう私の場合はもう家賃を払ってるだけで偉いし、ご飯を作って食べてるだけで偉いし、もう3日にお風呂入ってるだけでももはや偉い。そんなに辛いことがあっても、本当になんかクズにならずに、全てを投げ出してしまわずに、ちゃんと耐え忍んでもう一回立てるまでしゃがんでいるだけだったとしても、それでももう倒れないだけで偉いと私は思うわけです。で、私は自分に言い聞かせてあげたかったのね。もうさ、人生はさ、なんかもういいことばっかりじゃないし、正直だから、もはやなんかもう悪いことしかねえんじゃねえかぐらい、なんかもう別になんかもう五分五分ぐらいだよね、いいことと悪いことなんか。でもさ、それでもさ、頑張って今日も生きているというそのことだけでもさ、偉いと思うのよ、本当に。もう自分クズだなみたいな感じで思ってる人がいたらね、もうそれだけでもね、偉いっていうことに誇りを、なんかもう自信を持ってほしいね。私は仕事っていうか動画とかもう全然上げれてなくて、正直だってもうさ、カメラの前でさ、もうすんげえ辛い朝とかに泣いてたのにさ、なんかもう動画回すこととかさ、まあやろうと思えばできる、やれって言われたらもちろんやるけれどもさ、だけどさ、そうじゃないじゃないですか。リアルなテンションでやっぱ私のチャンネルはね、お送りしてるので、なんかそれをさ、なんか無理して笑ってたりとかさしてたらね、なんかそれってなんか嘘になっちゃう気がするから、なんかそれはまた違うなと思ってて、だから動画を撮るのもなんかできなかったし、まあ、正直もう笑ってこういう風に普通のテンションで話すことさえももうもはやしたくなかったからやらなかったんだけど、下目尻にはこのアナスタシアのソフトグラムのここの茶色、ここの茶色だけ底見えしてるの分かると思う。ここの茶色がすごい好き、下目尻。だから今ね、やっと私はそのもうダークワールドからやっと生還して、まあ、それでもまだ前みたいには戻れていないと思う。お酒飲むことしかしてないし、まだね、本調子ではないところは多分あるし、でもそれでもね、外の世界に出れたことがもう本当に素晴らしいと思う。で、ハイライト塗ります。ハイライト最近またね、このクリオのプリズムエアのハイライトがすごい気に入ってて使ってます。フェイスミストは結構なんか最近別になんかあんまこだわりなくて、どれがすごいいいみたいなのがなくてですね、適当なんだけど、今日はこのアーバンディケイのやつを使います。だからなんだろうな、なんかさ、やっぱハピハピでいなきゃいけないわけじゃないけど、やっぱ動画をねアップする身として落ちてる気持ちでやりたくないからさっていう。でもきっとね、私の視聴者の人はすっごく本当に優しい、本当にね、心が痛いぐらい、もう本当に私の視聴者の人は本当に優しくて、なんか動画2日連続上げただけで無理しなくていいよって言ってくれたりとか、正直私は動画の頻度がなんかまちまちだと思うんですけど、それでもさ、なんか無理しなくていいよって、アミちゃんのタイミングでいいよって言ってくれる人がもうほとんどなんですよね。
だからなんかもう本当になんかそこに本当救われてるみたいなところはあるし、1週間2週間って間が空いちゃって、なんか私の感情からしたらさ、なんか申し訳ないのじゃないけどさ、やっぱそういう気持ちになるわけじゃないですか。私の動画を好きって言ってくれて、そういう風に待ってくれてる人がいて、新しい動画見たいですって言ってくれる人がいるにもかかわらず、こんなにね、落ち込んで、クズみたいな生活を送っていて、私を好きって言ってくれてる人たちに申し訳ないなみたいな。やっぱ自分のことをね、責めちゃう日もあるんですよ。なんか綺麗でいなきゃって。そういう見た目の話じゃなくて、生活の話ね。綺麗な生活をしていなきゃとか、その呪いにかかってるんですよね。その、昔から、その YouTuber っていうこの仕事を始めてから、そういう視聴者の人とか、まあアンチの人っていうのかな。やっぱなんか YouTuber なんだからとか、美容系 YouTuber なんだから、何々とかって、すごい言われてて、だからなんか今でもなんかその言葉の呪いにかかっているところみたいなところはあって、ちゃんとしなきゃじゃないけど、焦りもその1ヶ月の間ですごくあったし、もちろん私のお仕事なんていうのはすごい不安定な職業でもあるから、別になんかなんだろう、毎月決まったさ、定額をもらえるわけじゃないから、見てくれる人がいなくなったらもちろんお給料がなくなる仕事だし、そういう休んでる間にもさ、やっぱり焦る気持ちはあるわけじゃないですか。だってさ、休んでる間にさ、必要とされなくなったら私の居場所っていうかはなくなってしまうわけだから、もちろんね、そんなね、甘い世界なんてないわけですよ。で、分かっているからこそ、もう本当に早くなんだろう、復活しなきゃ、気持ち立て直さなきゃとかって、やっぱなんていうの、皆さんのことを裏切れないっていう言い方したらすごい重たいことみたいに聞こえちゃうんだけど、なんだろう、期待を裏切れないっていうのかな、これを言ったで、私の視聴者の人はすごく優しいから、なんかそんなの気にしないでいいんだよって、なんかアミちゃんが好きな時でいいんだよって言ってくれるっていうのはね、分かってるからこそさ、よりなんかどんどんやっぱ心苦しくなってくるというか、これも憧れるっていう風にね、言ってくれる人だって若い子もいたりとかするんですけど、なんかもうやっぱそれにそぐってない自分にさ、その言葉たちにそぐってない自分で、もっと頑張んなきゃって思うのと同時に、なんだろう、自分のことも否定しちゃうっていうか、やっぱなんか本当の私って、なんかもうそんな大層なものじゃない皆さんに、本当に肌綺麗とかってね、言ってもらえるんですけど、体とかはの肌、私もともと肌がね、なんか何かで荒れたりするわけではないんだけど、なんていうんだろうね、すごいね、足とかブツブツなんですよ二度腕とかもほんとブツブツなんですよ。私全身ブツブツ、お腹とかもブツブツだし、で病院行ったけど、結局それはなんか体質だから、なんか薬とかじゃないらしくて、見てわかるかな、ブツ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 してるの。二の腕とかもそうなんだけど、ほらブツブツなのわかります。もう体質だからさ、仕方ないんだけどさ、肌が綺麗っていうこと、顔の肌だけを見てね、綺麗とかって言われるとさ、なんか複雑な気持ちになるんですよ。嬉しい嬉しい嬉しいんだけど、なんか私ってそんななんか大層な人間じゃないのになって。だって肌とかだって正直ブツブツだし、液回線じんましんとかもあって、すごい肌とかもかいちゃうし、かきむしっちゃって、で根本的に私クズだし、お酒が大好きで、酒癖だって別になんか悪いしの、本当の私みたいなのを見ても、なんだろうな、きっと受け入れてくれる、そんなあみちゃんでもって言ってくれるって分かってるんだけどさ、やっぱりさ、本当の自分を知られるのって怖いものじゃないですか、言うのって。やっぱり何か一つを言ったら、それはただの一面でしかなかったとしても、人間なんてさ、いろんな面があるわけで、その一つの面しかない風に見られちゃうし、一つのなんかマイナスなことをね、一つ暴露するだけ、暴露っていうか、まあするだけでも、あ、そういう人なんだみたいな、それだけじゃないのに、好きな人に嫌われたくないみたいな気持ちと似てるか。自分のこと好きって言ってくれてる人に嫌われたくない、その人の中の綺麗で入れてる自分を汚したくないみたいな、そんな気持ち。なんか全てをね、話す必要はないと思うんだけど、今ね、ネットの社会だからこそさ、何を言わないかっていうのはね、大事だと思ってるんです。でも今回のこの1ヶ月廃人生活をしたっていうこの
ことが、なんかわからないけど、すごい、皆さんにね、シェアしてもら、したくなったんですよ。普段は話さないんだけど、こういうことが動画で。私ももう YouTube を続けてきて、結構もう経つので、なんかそういうことをシェアしてもいいんじゃないかなって、なんとなく、なんか、ふと思って、その綺麗なところだけじゃなくて、私のリアルな気持ちだったりとか、こういうことを思ってるよっていうことをね、伝えてもいいのかなって。でも私がこういうことを動画で話せるのは、その視聴者の人への、もちろん信頼感、安心感があってのものだと思うから、それはすごい感謝しています。もう YouTube を続けてきて7年とか8年とか、立つと思うんですけど、なんだろうね、言葉にすると安っぽくなっちゃうから、私あんまり言葉にしたくないんだけど、感情っていうのを薄っぺらく聞こえちゃう気がするから、そのあんまりその私って感謝の言葉とかをこういう風にちゃんと伝えることって動画で今までしてこなかったんだけど、でも本当に感謝してます。いつもこんなね、だらしない私で一つのことを続けられない私が7年も8年も続けてこれたこと、でもそれってさ、多分視聴者さんが良かったからだと思うの。本当に恵まれてたから、いつでも戻ってくることができたし、私がね、好きなことをやらせてもらって、メイクのこととかね、好きなことをくっちゃべってさ、一方的に喋ってるだけなのにさそれをね、聞いてくれる人がいるっていうの、誰かが私を必要としてくれている、それが皆さんであるっていうことにすごく感謝をしています。やっぱ人間ね、どっかしらでね、必要とされてないと生きていけないから、その1ヶ月死んでた時とかも、ここの YouTube という場所がなかったら立ち直れてなかったかもしれないっていうぐらい、本当に歴代最高ぐらいに結構やばかった。はい、でリップがこのフーダビューティーのボードミーティングっていう色、開背筋検閲系、ほぼほぼ毎日これ塗ってますね。なんかベージュカラーなんですけど、ブラウンベージュみたいな色で、明るすぎず暗すぎずで、はい、ということでね、なんか今回の動画は結構何を伝えたかったのか結構ぐちゃぐちゃ、私ね、喋るのがあまり上手じゃないからぐちゃぐちゃになっちゃってると思うんだけど、なんか伝えたかったのは、なんかもうそれでもどうでもいいから、もう生きてるだけで偉いっていうことと、あととにかくこのコメント欄はきっとあったかいものになっていると思うから、ぜひねコメント欄もね見てほしいなっていうのと、きっと多分優しいコメントを残してくれてる視聴者の人が多分この動画でね、たくさんいると思うの。いや、いなかったら笑うけど、視聴者の人がいると思うので、本当にいつもありがとうございます。ということで、結構今までいなかった動画だし、私もこの動画なんか結構撮りながら、なんか大丈夫かなみたいな、ボツになるかなみたいな気持ちで撮っている。今も、もはや、ボツになるかもと思いながら喋ってるんだけど、でもね、こんな動画もあってもいいのかなって思って、はい、アップしました。今日もね、しんどいこともたくさんありますけれども、明日もね、自分らしくほどほどにね生きれてたらそれでいいんじゃないでしょうかっていう風な動画になっています。はい、何がマジで伝えたかったのかよくわかんないんだけど、皆さんに伝わって、私の伝えたかったものとかが少しでもね伝わったらね、嬉しいなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。